本屋さんがあるといいよね。私本屋さんは結構たまに行くね。あ、そうですか。うん、すごいなこの世田谷プライド。すごいんだね、世田谷の人って。やっぱり私たち世田谷に住んでますっていう、もうだからありましたって言えばいいのね。まあでももういい、私ももういい年だから、はい、いつまで経ってもビビってもいられないし。なるほど。ちょっと世田谷を攻略しないとね。なるほど。ちなみに先ほどまでですね、三軒茶屋をちょっと。いやいや、もう三軒茶屋なんてもう結構もう2個玉の次ぐらいにハードルが高いわよ。なるほど。まあテレビの人、三軒茶屋住んでる人多いですよね。だテレビの人って情かな人が多いからね。まあ、あと田園都市線に対する絶対的な信頼っていうのはあるわよね、浅はかな人に限って。なるほど。それはもうあるわよ。あるんですね。田園都市線住む時は間違いない信仰みたいのあるわよ。なるほど。でもやっぱこの辺はまだプレッシャー感じるわよ。あ、そうですか。もうちょっとこうネオンというか明かりが少なくなってきた、だからカンパチ近づいてきたあたりぐらいからちょっとまあ安心っていうか、だからこの辺だったらまだ住めるかなぐらいの。なるほど。まあ千歳から千葉とかあの辺は平気なのよ。 あの辺は平気なの。私だから誤解をしないでいただきたいのは、オール世田谷がダメってわけじゃないじゃないです。あちょなに新宿を起点としてる世田谷は平気なの。ほうほうほう。やっぱ渋谷&東急だよね、やっぱりね。渋谷&東急&世田谷っていうね、やっぱりもうなんかなんていうのかな、もう三国志みたいなもんよね。おうおう。だからもう結構なあれです、ね。もうちょっと私じゃもうちょっともう太刀打ちできないわっていう。だからもうこうなったらもういきなり東急沿線は無理だけど、中間ちょうど世田谷の真ん中を突っ切っている世田谷通りでちょっと危害を加えられないあたり。徹底調査で分かった世田谷の今とこれから。気になりますね。これでいいのか、東京都世田谷区。うちテレビが増殖中、ニコ玉が庶民派変貌ってどういうことよ。今まではじゃあ何、本当の本物リアルテレビだったとでも言いたいのか。やろう。